東京都知事候補者、無所属鈴木達夫、七十三歳、東京都出身、東大工学部で都市計画を修了、NHK で番組制作、同労組長崎分会委員長、反戦労働運動を経て弁護士二十三年。では鈴木達夫さんの政見放送です。 憲法の改悪と戦争に絶対反対する貧困と過労死を許さない被爆させないだからオリンピックはやらないこれが私の考えの中心です先日の名護の市長選では札束には屈しないという素晴らしい決断が示されたと思います今、本土の私たちも、 共ににての基地を撤去すするる戦いい立ち上がる時だと思いますしかしその直後からの政府の態度あれは何でしょうか戦前の治安維持法といわれる秘密保護法を強行採決したのと全く同様に選挙の結果を無視していますさらに集団的自衛権の容認する決議をこの国会で 安倍政権は閣議決定をすすると言っていますどうやら安倍首相は本気で戦争放棄を宣言した憲法9条の破壊に乗り出したと言わざるを得ませんしかし誰が他国の人々と殺し合う戦場に行くことを望むでしょうか結局戦争とは1%の支配者と大企業がことさらに 国民同士の憎しみを煽り立て、戦場に送り込む、彼らの利益のためでしかないと私は考えます。これがあの戦争が教えてくれた教訓ではないでしょうか。1%に対する99%の私たちは、連帯と友好の心で、一つになって戦争を阻むことができる、そういう存在だと私は確信しています。次に今 日本の労働者の約4割が派遣やパートなど非正規労働で働いているという問題です。労働の現場は本当にむごいこと、ひどいことになっています。賃金が低いため、食べていくには過労死すれすれの長時間労働です。あるいはダブルジョブ、トリプルジョブです。その大元になるのは労働者派遣法です。その法律は撤廃されなければなりません。消費税は 8%、10%と上がり、逆に法人税は引き下げられる、こうした世の中の流れを変えるには、私は労働組合の力、その再生にあると考えます。確かに今、若い方々は、労働組合というと、そっぽを向きます。しかし、労働組合の幹部が、こっそりと資本家や経営者と手を結んで、労働組合を腐らせているから、 そういう気持ちに若い人たちがなるのはある意味では当然です仲間で団結し生活を守り合う権利を守るこれが本来の労働組合の姿だと思います労働組合の本当の姿を取り戻しましょう最後にオリンピックの原発です東京都は四千億円を継ぎ込んでこのオリンピックを成功させようとしています しかし、これほどの巨悪なお金、私たちの税金です。高齢者の福祉や認可保育所の増設、それに大震災被災者支援に向けられるべきではないでしょうか。また、直下型地震への災害対策ということも言われます。少なくとも湾岸地域での超高層ビルの乱立、あるいは深夜まで 東京が動いている、そういう鉄道までやるという、鉄道の運行をやるという、では、そのような鉄道の車両はいつ整備するんでしょうか、私は安全問題に直結すると思います。そもそも汚染水は完全にブロックされている、健康被害は将来にわたって発生しないという、全く事実に反する安倍首相の発言によって呼び込まれたオリンピックです。 ふるさとを捨てざるを得ない、あるいは子供の甲状腺がんの不安に苦しむ福島の多くの方々、国は子供たちに地獄に行ってほしいと思っているのか、という当初が地元新聞に載っていました。こうした福島の現実に蓋をして、安全で美しい日本などということがあるのでしょうか、私はオリンピック返上が正しい 姿勢、態度という結論に至りました。東京都は東電の最大株主です。東電に全ての原発の廃炉を決定させることは十分可能です。今年7月の柏崎刈羽の再稼働などとんでもないことです。核と人類は共存できない。これが私のこれ,これまでの人生の教訓です。皆様のご理解とぜひ懸命なるご判断を望みます。 東京都知事候補者無所属鈴木達夫さんの放送でした